こんにちは。清くず太くしたたかに3日で読めるトップが強運であり続けるための人間学読本、ヨーロッパ英雄小説作家日崎貴文です。ヨーロッパ史の英雄に学ぶビジネス強運のつかみ方、1日1元心に突き刺さる言葉、今日も強運になれる言葉をご紹介していきます。今日ご紹介するのはフランス王妃王太后カトリーヌ・ド・メディシスのこの言葉、時は常に人が思っている以上のものを運んできてくれます。自己を守るために譲ることを知る者は褒められるべきです。大きな成功をつかむために必要なことの一つは忍耐力、時を待つこと。成果が上がらない時に焦って独りよがりな行動に出ることは逆効果です。不遇な時こそ他人に与える、譲る。そういう気持ちのゆとりがあれば、やがて自分が想像していた以上の果実を得ることができます。今日はカトリーヌ・ド・メディシスの言葉をご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。